陽明鎮陽明鎮から1859年4月9日は、真の官僚。寺は、今新、湖北省官陽出身。1835年に新市となり、1838年に、先生省官中の地府となり、その後三世岸平道、雲南阿舎地、湖南府政市、高寧府政市、関東府政市を歴任し、1847年に、 関東巡部に昇進した。当時の清朝では、朝屋ともに、排外的な雰囲気が高揚してきており、最強後派であった、陽明鎮は徴用され、1852年には、良好総督に昇進した。また、この年には、しのげ18の放棄を鎮圧している。1854年には、鎮海李文茂、周春、鎮金らが率いる、天地会の放棄軍に、 公衆を包囲されるが、これを撃退し、数万人を処刑した。1855年には、両校総督に、教弁大学士と大人格大学士を兼ねた。1856年9月10日、アロー号事件が発生すると、イギリス領事、ハリー・パークスが抗議したが、要明鎮は強硬な態度をとって、イギリスと妥協しなかった。これにより事態は、アロー戦争へと発展していった。 イギリス軍は10月1日に甲州を陥落させたが人数が少なかったためにすぐに撤退した。楊明鎮は大勝利を収めたと朝廷に上奏し、甲州市民に各国の商館と貿易会社を焼き打ちさせた。1857年、パークスは大軍を要請し、9月にはイギリス・フランス連合軍が関東に到達した。11月14日、連合軍は 甲州を占領し、陽明鎮は捕らえられ、香港のイギリス軍艦に連行された。当時の人々は、陽明鎮を緑不総督、すなわち、不戦、不和、不守る、不死、不幸、不相と阻止した。48日後、軍艦は、香港を離れ、陽明鎮は、インドのカルカッタに遊兵された。陽明鎮は自らを、海上の祖父と称し、絶食して、 翌年の4月9日に合詞し,した。ありがとうございます。